ダニエル・アランス・ビア・グアードは、スペイン・ログローニョ出身のサッカー選手。ポジションは GK。アスレティック・ビルバオ・ラリオハ州、ログローニョに生まれたが、バスク州、ビルバオにあるアスレティック・ビルバオの名高い株組織で、育ち、サードチームである CD ・バスコニア、セカンドチームである、ビルバオ・アスレティックなどから、トップチームでの出場機会を伺った。2001年4月10日のレアル・ソシエダとの、 バスクダービーでトップデビュー。2002から03シーズンまでイニアキラフエンテの控えとして過ごすが、2003から04シーズンにラフエンテからレギュラーを奪うとこの年は5位で UEFA カップ出場権を獲得した。そしてクラブとの契約を4年間延長している。それ以降はラフエンテと激しいポジション争いを繰り広げた。しかし2007年夏に ラフエンテが RCD エスパニョールへ、レンタル移籍すると、そのエスパニョールから入れ替わりで、ゴルカ・イライソスが加入。アランスビアは、余剰戦力とみなされ、イライソスの負傷中さえも、出場機会を与えられなかった。デポルティーボ・ボラ・コルーニャ2008年7月12日、デポルティーボ・ボラ・コルーニャにフリートランスファーで入団すると、すぐに UEFA ・インター・トトカップで優勝して、 UEFA カップの出場権を勝ち取った。10月2日の UEFA カップ1回戦、SK ブラン戦は PK 戦にも連れ込んだが3本を止める大活躍で勝利に貢献し、グループリーグ出場権を手にした。2008から09シーズンのリーグ戦は、出場停止による1試合を除く37試合に出場。リーグ3位の47失点と奮闘し、 政治系としての座を確立した。2010から11シーズンは開幕前の負傷で出遅れ、序盤6試合を欠場したが、その後はレギュラーに返り咲いた。2011年2月20日の UDR メディア戦は敗戦の向こうだったが、後半ロスタイムのコーナーキックのチャンスで相手ゴール前に飛び出してヘディングシュートを決めた。リーガイスパニョーラでは GK が、 p k や FK で得点を決めたことはあるが、流れの中での得点は、史上初の快挙だった。しかし、この年チームは得点力不足に悩まされ、アランソビアと守備陣の奮闘も虚しく18位に、終わりに不降格となった。アトレティコマドリード2013年8月13日、アトレティコマドリードへの移籍が決定。契約期間は1年。1999年には、 U-21 スペイン代表としてナイジェリアで開催された FIFA フフワールドユース選手権に出場して優勝した。2000年には U-23 スペイン代表としてシドニーオリンピックに出場して銀メダルを獲得した。アランスビアの2歳年下には現在スペイン代表の聖地 EK を務めるイケルカシージャスがいるが、どちらの大会もアランスビアが聖地 EK だった。 2004年6月5日、ヘタフェで行われたアンドラ共和国との親善試合で、サンティアゴカニサレスとの交代で、途中出場し、スペイン代表デビューを果たした。UEFA 欧州選手権2004には、第 3GK として参加した。ただ、A 代表では、ユース時代とは、対照的に、カシージャスの壁は厚く、国内屈指の実力者ではあるものの代表とは、遠い。 ありがとうございます。